桂三蔵は、高知県高知市出身の落語家。本名及び、旧芸名は、梶原和弘、吉本工業所属、情報落語協会会員。関西大学文学部在学中は、落語研究会に所属し、卒業後、大学の先輩である、桂三氏の紹介で、か月での進行役を務める。1979年に、 吉本新喜劇に本名の梶原和弘で入団、岡八郎の指導を受け、7年間在籍した。1986年2月、30歳にして三子の下に入門しない弟子修行を始める。密造の名で初舞台。1992年3月には三蔵に改名。現在は定期的に桂ラ三歩と桂ラ三歩三蔵二人会を開催。 師匠の文江曰く、本人は欲がなく、芸風も個性的で頑固。風貌に似合わず、古典落語も演じる。他にも、文江作のネタや自作の農業祭りがある。また、新舞踊の名取りでもあり若柳流から藤間流。顔を白塗りし頭に鼻をつけて二枚の扇子を操りながら踊る。三蔵踊りと称した踊りで舞台に上がることもある。国語辞典。 緩和辞典の新刊を小学校の頃から毎年購入している辞書コレクターでもある。現在は200冊以上を所有。芸歴が長くベテランの域に達しているが現在でもアルバイトをしている。その経験をネタにした話もある。ありがとうございます。